梅原さん、こんにちは。私はストリートファイター4シリーズから格闘ゲームを始めて、最初は梅原さんに憧れて、竜で背びめができなくて、キャラを変えて、エルフォルテで勝つ喜びを得て、プロペラハメできないと勝てない。波動をタつ巻きコマンド入力が完璧にできるようになり、息吹の暗いハメでさらに勝てるようになり、コンボが難しいキャラを使おうと思い、ダッドリー使いになりました。使い始めはトレモコモリのコンボ精度のおかげで勝てましたが、だんだん勝てなくなり、 動画を見て勝てないキャラの、えウルトラコンボでの確定反撃を覚えるとさらに PP が上がり、また壁にぶつかれば置き攻めのエミリオ式を覚えれば PP が上がり、というのを繰り返して PP3500 までは行くことができました。いざスト5になると、今までの勝ちやすい行動を繰り返そうと、ララで弱形駒投げだけでウルトラゴールまで行けてしまい、そこから上に上がれなくなりました。 ストファイブの知識は、ストフォー間だけでポイントを上げてしまったため、ほとんど存在せず、ラシードに画面端で固められているだけで終わるような対戦が続いて調べ物をする意欲もなく、モチベーションが保てなくなりました。質問です。ストファイブにも、ストフォーの確定ウルコンや、エミリオ式やダメージの高い対空を調べるみたいに簡単に勝てるようになる方法はありますかえー、っとね、えー、ストフォーそうん、そう、そうなんだよね。ストフォーってそういうゲームだったんですよ。 細かい技術や知識を習得すれば勝てる。だから、うんー、まあ、トレモ税が強かったっつうことよね、スト4は。うん。ただ、格闘ゲームの歴史っていう話で言うと、スト4の方が珍しくて、格ゲーってやっぱ対戦が強い人が勝つっていうジャンルなんですよ。こういう博士タイプは勝てないのよね、格ゲーは。うん。で、スト4だけが唯一と言ってもいいぐらい、博士が勝てたっていう。うん。 そう。博士が勝てたのが、唯一勝てたのがスト4なんですよ。なので、まあ、なんだろう。あの、トレモで連続技練習しました。ハメ練習しました。セットプレイ練習しました。で、勝てますっていうのは、正直言うとね、格闘ゲームとしては、ちょっと、俺はあんまり良くないと思ってて。うん。なんか、むしろ、だから多分この人は、対戦は全然強くないんだと思うんだよね。 うん。だって、フォルテ使って、イブキ使って、ダットリー使って、みたいな。多分、対戦全然強くないんだと思う、人。だけど、そういう人でも勝てるゲームがスト4なんだよね。だから、格闘ゲームに向いてる、向いてない人も勝てちゃうんだよ、スト4って。ディフェンシブだし、展開遅いしで。うん。だからね、まあ、あれが異常だったと思ってください。スト4っていうゲームが異常だったんだと思ってください。普通のゲームは、アクションゲームの要素が強いんで、 連続技できるようになっただけで勝てるとか、うん、セットプレイを覚えただけで勝てるっていうふうにはなんないし、仮にあったとしても、もう今後はメーカーがそういうのはちゃんと潰していくんで、今後もし格闘ゲームやりたいんだったら、ちょっと、まあ方向性を変えた方がいいんじゃないかな、という気がします、はい。えー、こんばんは。格闘ゲームはミッププレイなのですが、梅原さんのゲームに対する姿勢や考え方を尊敬しており、動画の方をいつも拝見させていただいています。質問。 ゲームを上手くなるためには、そのゲームのシステムやキャラ性能などを考察し、本質を見抜くことが大切だと思っています。また、それができる人が上位体や成長が早い人だとも思っています。そこで自分もその時々に熱中しているゲームを上手くなりたくて考察をしようとするのですが、どのように考察を始めたらよいのかがわかりません。ゲームの本質をつかみ上達をするために、するべき考え方や見るべきところがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いしますと。 えっと、本質を見抜くことが大切だと思います。うん。はい。うん。こういうのは、えっと、まあ、身近なところで言うと、フード、うんうん、とかに聞くのがいいのかなって。まあ、彼は、俺以上に、新しいゲームをどう見るか、どう考えるかっていうことに、うんえー まあ、ただ、えー、言葉足らずだから、聞いても、考えてる内容自体は、あの、すごい、すごいんだけど、言葉に出てくると、なんかちょっとわかりづらいっていうところがあって、まあ、そこはちょっと、えー、もったいないなと思うんだけど。だから、俺の感覚で言うと、うーん、そうね、格闘ゲームで言うと、う スト5に例えると、最初にスト5ってどういうゲームなのかなって考えたときに、まず思ったのは、あ、密着でプラス2作るゲームなんだなって、まず思ったんだよね。うん。密着でプラス2を作るのが大事なんだなっていうのが、まず感じたことだったの、最初に。えっと、投げが5フレで、最速の技が3フレで、で、投げが5フレで最速の技が3フレで、で、投げが3フレに勝つと。 ってことは、まあ、投げが一方的に、えー、投げる側に一方的に主導権があるから、いかにじゃあそのプラス2の状況を作るかが、このゲームでの勝率を上げる方法なんじゃないかなっていうのは、まず思った。対象に。そして、それは結局変わってないよね。シーズン1の時にパッと見て、え、このゲームプラ,プラに取るゲームじゃねみたいな。まあ、プラ3でもいいんだけど、今となっては。うん、まあ、プラに取るゲームだよねって思って、結局そのまんまになってるよね。このゲームって。 うん、完全にその時の第一印象とゲーム戦変わってなくてあ、そういう意味では、まあ、本質を見る目は俺はあったんだなと思うんだけど。うん、で、えっ、ー、と、それが多分軸にあるんだよね、このゲーム。プラ2を、えー、いか何回取るかみたいなで。その取った時にどんだけ、投、ま、げ、あ、は基本的に捨てられちゃったら終わ,終わっちゃうけども、うんまあ、いかにじゃあ相手が投げを全部捨てると仮定して、うん、いかにそのプラス2を取る 家庭を踏むかっていうのが多分攻略だし、キャラ選択なんでね。ガイラはどっちかっていうと、まあ、ヒットアンウェイ。自分からプラス2を、えー、密着のプラス2を作るに行くタイプっていうよりかは、相手がプラス2を作りに来ようとしてきたところにカウンター取って、まあまあ、具体的には EX ソニックとか、空投げとかになると思うんだけど、まあそこから自分のターンみたいな。うん、うん。っていうのがマスト5みたいなね。で、 えっと、ァンパイアハンターっていうゲームがあって、ヴァンパイアハンターを、ま、見たときに、見たっていうか、まあ、ァンパイアっていうゲームを知ってた方だと思うんだけど、どう思ったかっていうと、えー、このゲームは投げはそんなに強くないんだなっていう、ストツって投げめちゃくちゃ強いから、投げるゲームなんだけど、ヴァンパイアは投げじゃなくて、中断とか、まあ、それ以外の固め ラッシュ。投げ以外のラッシュが強いゲーム。まあ最終的にはサスカッチっていう、駒投げの化け物みたいなキャラが強いらしいんだけど。うん、まあでも道中では、投げではなく中断と呼ばれてる、えー、しゃがみガードできない高速の打撃から、まあ連続技っていうのがヴァンパイアの王道だったんですよ。だから、このゲームは投げるゲームじゃなくて、いかに自分のラッシュに持っていくか。まあさっきのプラス2にちょっと話は近い気がするんだけど。うん。キャ,ラキャラ選びはめ,めちゃめちゃ重要だなと思ったので。 ビクトルとかはもう、あの、死んでも選ばないし、ザベルとかもなんか違えな、みたいな、うん。このゲームの、うん、なんていうか、強い部分を楽しめないキャラだから違うな、みたいな。っていう感じで選んでいって、で、じゃあパイロン違えじゃねえかっていう話になるんだけど、パイロンはそれを補ってあまりある遠距離力。まあ、今回の俺がガイロを選んでるっていうのにちょっと近いか、近いかもね。俺結構その、このゲームの本質こうですよっていうか、このゲームって基本的にこうですよ。 っていうのの、えっ、ー、と、なんだろうな。を、なんか、ばきたくなるのよね。さば、やっぱ、性格的にばくのが好きなのかな。このゲームプラスにつくのが強いですよって言われたら、うわ、プラスに作らせないの楽しそうとか、うん、中断食らわないようにするの楽しそうみたいな、結構その、忍む方にやる気をか、モチベーションを感じるタイプだから。まあ、俺はそれでパイの選んだけど、もうチちゃやった、とジ,ジューグボーヤやりがとうそう。 っていう感じで考える。だよね。それをどうやって見つけてるのかって言われると、いやまあ、うーん、わかるでしょって感じなんだけどね。なんか、わかる、わかんないっていう。<laughs> それはなんか結構わかるんだよな。まあでも格闘ゲームの経験があるからだな。それは。すべてのことに対してそういうふうに思うわけじゃないから。うん。でも、えっと、今みたいな考え方がいいと思いますよ。 このゲームって結局どういうゲームなのみたいな。うん。ただその密着でプラス2を作るっていう話は、正直分かりやすすぎて、プロゲーマーだったら誰でも気づくんですよ。プロゲーマーだったら誰でも気づくところなんで、さ、さらにそっから、えー、進んだ考え方、進化した考え方っての持ってないと、プロの間では通用し、通用しないというかまあ、抜きんでることはできないと思うけど、最初にまあ、パッと見て、あ、プラに作るゲームなんだなっていうのは、うん、プロレベルだったらおそらくみんな、 気づくゲーム